あそこにいるのは近所のおばちゃん？そろそろ良さそうよね。屋敷の前で何をしてるんだろう。あ、まさかまたガレージの秘密を探りに？あんたは古書店のカオル。こんにちは。あの、何を見てたんですか？あれよあれ、屋敷の奥に生えてる木。あれって梅の木よね。青い実がふっくらして、そろそろ収穫時期じゃないかね。ああ、梅の実の収穫ってこの時期なんですか？そうだよ、梅の実の収穫は梅雨時なんだ。梅が熟す頃に降る雨って意味だからね。あ、そうだ、あんたこれから博士に会うんだろ。まあ一緒に連れてっておくれよ。おばちゃん一人で行くとマリアに追い返されるからさ。でもおばちゃんは山猫冒険団の団員じゃないし。はいはい、のけものはよくないよ、みんな仲良くね。じゃ、ガレージにレッツラゴー。推しが強いな。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブユアアンビション三菱自動車がお送りします。というわけで近所のおばちゃんです。というわけでお邪魔してるよ。へえ、屋敷に梅の木なんてあったんですね。そういえば春先の2月頃、可愛い白梅が咲いてましたもんね。毎年花はつけても実がならなかったんだが、どういうわけか今年はたくさん実がなってな。多分新元号の令和で梅ブームが来ると思って梅の木が浮かれたのよ。なんちゃって、ブックス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 。さすがマリアさん、ジョークの中にもキラリと光るインテリジェンス。で、あの立派な梅の実どうするんだい？どうもあんたたちちゃんと梅仕事ができるとは思えないんだよね。梅仕事って収穫した梅を梅干しにしたり、梅酢や梅シロップに加工することですよね。そうそう、できる？ここは一つこのおばちゃんに任せてごらんよ。確かに梅干しつけてうん十年っていう風格がありますよね。そうね、梅干しババアって感じ。ババアは余計だよ。それがね、おばちゃん一度も梅干しつけたことがないのよ。なんだ、とんで見かけ倒しじゃないですか。だから今年こそは梅仕事に初挑戦したいと思ってるんだよ。ならちょうどよかった。今から訪ねてくる人に話を聞くといい。え、どなたが来るんです？こんにちは、お邪魔します。いや、竹内さん、こちらは梅干しで様々な企画を生み出している株式会社バンブーカットの竹内純平さんだ。はじめまして。なんだいこの人、梅干しに詳しいのかい？はい、気楽にできる梅干し作りのワークショップなど普段やっております。あら、じゃあ梅干し作り、梅仕事のコツを教えてもらおうかしら。はい、いいですよ。この梅干しって簡単に作れるものですか？簡単ですよ。皆さん難しいとか面倒くさいと思われてますけど、意外とそんなに想像してるよりは簡単です。あ、作られますか？僕はもう毎年、はい、今つけてます。どのくらい？多い時だと20キロぐらいつける時もありますね。それ1年ぐらいかけて食べるんですか？そうですね、だったりとか、やっぱ梅干し賞味期限ないので、ちゃんと塩分しっかり使ってやればずっと保存しといて、しかるべき時に食べます。竹内さんのおすすめの塩分とかコツとかってありますか？やっぱ昔ながらって一般的に言われてるのは 20% なんですけど、梅に対して 20%。 1キロだったら 200g の塩を使うんですね。それだと、まあ、塩辛いですけど、保存としてはやっぱりしっかりしてるものになるので、基本最近減塩ブームですけど、まずご自分で作るんだったら 20% でやるのはおすすめです。なんかスーパーとかで 5% とか。あります、あります。 20% つけちゃうんですか？そうです。あれも実は 20% でつけたものを 5% に加工してるんですよ。どうやって？シンプルに言うと、水の中に入れれば塩はどんどん浸透圧でまた抜けてくんですよね。
それで 5% の食べやすいものにまで加工してって、でそこに味付けしてってっていう風に製品化されていくんです。あ、それやりたいです。え、 20% で何ヶ月ぐらいつけとけばいいんですか？ 20% で水の中に12時間から14時間つけとくと塩分が半分抜けてくとは言われてるんです。そんな時間で？そんな時間で、そんな時間で。だけどそれって梅の風味とかも 10% 分やっぱ抜けてくんですね、半分。だから企業さんの作ってるああいう蜂蜜梅とか美味しいものってすごい努力されてあの味作られてるんですよ。じゃあ簡単には真似できないけど、うん、家でもいろいろやってみても楽しい。もういいと思います、はい、楽しいと思います。梅干しだってすごい食べたいのに結構いいお値段するから、すごい、まあすごい、すごい、なんでかな。でもあれ自分でやってみるとあの価値は分かり始めます、やっぱり。でまず1年に1回しかつけれないんですよ。もし今年失敗したら来年まで二度とつけてみることができないし、か今しかできない。あ、いいですね。人の手じゃないとできないですね。じゃあその地域によってその作り方変わったりするんですか？東京中心に西の方行くと塩だけでつけてて、なおかつちょっとしっかり干してたり甘かったりっていうのを好まれる傾向にあるんですけど、東北の方に行くとしそ漬け、真っ赤なしそ漬け で、うん、でさらに北に行けば行くほど干さない、干さないの？そう、もう梅漬けにしてそれを干すと梅干しになるんですけど、屋根とかでね。はい、そうです、そうです。それをもう梅漬けのまま食べるっていう、まあ、習慣がありますね。あれは一回も干してないんですか？そうです、そうです。まあ、干してから梅酢に戻すっていう人もいたりとか、いろいろそこやっぱ47都道府県いろんな、もう正解がないので梅干しって。竹内さんは何が一番おすすめですか？僕はもう酸っぱくてしょっぱいしそ漬けの梅が大好きなので、もうエネルギッシュな感じの方が好きですね。つけたらどのくらいで食べられるんですか？と、まあ、6月の上旬にとか中旬につけられたとして、でそこから梅雨明け待つんですよ。で梅雨が明けたら天日干しを3日間から4日間して、一応食べるっていう意味ではもうそこで食べれるものにはなってるんですよね。え、7月中旬には食べれちゃう？まあ、下旬とか。下旬ですね、梅雨明けが。え、そんなに早く食べれるんですか？一応食べれます。ただ天日干ししたばっかりの梅ってもうすごく塩がトゲトゲしてるので、一番食べ頃って実は3年後って言われてる。いや3年待てないですよね。待てない、待てないけど塩の角が取れてまろやかで美味しいって言われてるのは、まあ、食べ頃、まあ、誰がそれを言ってるんだって言ったら難しいですけど、一応業界的にはそう言われてるんですよ。業界に乗っ取ります。でももう1ヶ月ぐらいしたらもうすぐクッと落ち着いてもう食べやすいものにはなりますからね。へー、そうだったんだ。はい。で和歌山の南高梅ですか？南高梅、はい、あの柔らかくて酸っぱいだけじゃない、なんていうんですか、ベージュ色？ベージュ色、はい、なんかまあふっくらとして甘くて、はい、で身がまあ大きい、皮が薄い、そうなんかジューシーな感じみたいな。だからあの梅ができなかったら多分蜂蜜梅もなかなかできなかったと思うんですよね。やっぱ酸っぱい梅干しをみんな食べなくなってきちゃったんで、うん、どうやったらその梅干しにいろんな人が振り向いてくれるかっていうのを考えた時に蜂蜜梅だったみたいなんですよね。それは努力なんですか？いや、努力です。え、じゃあああいう柔らかい梅はなかったんですか？なかったって言えるんじゃないですかね。あ、で他の地方にもあるおすすめブランド梅みたいなのってあるんですか？小田原にも十郎梅という品種があったりとか、徳島、あと宮崎にも大宿梅っていう梅があったり、福井県にも福梅っていうブランドがねあったりとか、石川県には石川いちご、富山県には稲積梅。すごいです、全部入ってますね。すごいです。いやいやいや、青森も豊後梅ありますし、あと大分にね三崎梅っていう、あの森農園さんっていうところが独自に作った品種、新しい品種があったりとか。新しい品種、何が違うんですか？いや結局なんか南高梅じゃちょっと大きいっていうお客さんがいて。確かに、でもいいけど、もうちょっとこう小さめのだけどちょっと繊維質でこう甘みのあるものを、まあ、好んだお客さんがいたみたいで、それを作ろうと一生懸命30年かけたって言ってたかな。えらい、30年だったかな、うん、それで作った品種があったりとか、それこそね新潟にも越の梅っていうのと、東五郎っていう梅があったりとか、横浜の杉田地区に杉田梅って。そうなの？本当にいろいろあるんです。味の違いとかあるんですか？味の違いっていうか、結局食感だったりとか。食感、甘みも違いますし、あとまあもちろん酸味の感じ方も違いますし、例えば富山の稲積梅っていう梅だと
すごいレモンの酸味に似てるんですよ。レモンっぽいんです。爽やか。これもう食べてみてもらわないと分かんないんですけど、すごい今竹内さん今唇舐めましたね。すごい美味しそうなんだけど。めちゃめちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しそう。いやそういう意味ではさっきの蜂蜜名じゃないですけど、藤巻敦子さんっていう料理研究、はい、今もう97歳のおばあちゃんの方がいらっしゃって、その方のところに一回取材させてもらったんですよ。でもう過去の見虫ガーって並んでる倉庫があって、その中に面白いなと思ったのは1個がチンピって、あのみかんの皮の漢方薬ですね。で漬け込んだ梅干しとか、あと感動したのが金木犀で漬けた梅干し。これはいつか僕ちょっと再現したいなって思うぐらいにいい香りがするんです。そうなんですよ。梅にすごい花のいい香りがついてるとか、あまだまだ梅干しの何ていうんですかね、遊び方というかポテンシャルってすごいあるんだなと思って。そんなにあるんですか。ありますあります。梅干し業界まだまだ行きますね。いやまだまだやりようやりようというか、やりようありますね。ありますあります。毎年違う種類のね梅干しがね、こう高級なね、そんな香りが違うのが送られてきたらすごい、買わないんでしょ自分で。高いんだもん。高いんだもん。あ、ただ作ろうと思ってたんだ。そう、今日作んなきゃいけないですから。そうだそうだ。もっとマニアックなところで言えば塩、原材料って梅と塩しかないんですよ大きく言うと、ってことはいい梅を使うことといい塩を使うかどうか、その2つでまず決まるわけです。で塩も本当に塩を変えるだけで味も違いますし、本当にそうはっきり違うんです。え、じゃ あのなんかイスラエルの塩を使ってとか沖縄の塩を使って、うん、違いますよ。だから僕のおすすめは例えば3キロ梅買って1キロずつ塩変えてつけて、で天日干しして食べ比べ自分でするとか、え面白い、そういう楽しみ方の方が絶対に梅をより楽しめる。はあ、僕はあのソルトコーディネーターの青山志保さんっていう方がいらっしゃるんですね。この方と一緒にまあ自分で作った塩っていうのがあって、あ、自分で作った塩があるの。そうなんです。あのブレンドしてもらったんですけど、相談してその熟成した時に旨味がどんどん増していく塩を作ってもらったんですよ。面白いのが酸味を生かすための塩っていうのは酸味のある塩なんですって。そうすると一緒に相乗効果で美味しく感じるんですって。だからちょっと酸味のある塩をブレンドしてもらったりとか、いろいろ遊べますから。へー、すごいですね。梅干し、梅干し深いっすよ。いやー参っちゃった。My voice where you are, take a train, steal a car, hop a freight, grab a star, come back to me. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees, swim or fly, only please come back to me. On a mule, in a jet,Put yourself in a net, but come back to me yet. I don't care. This is where you should be. From the hills to the shore, ride the wind to my door. Turn the highways to dust. Break the law if you must. Move the world only just. Come back to me.Come back to me, come back to me.三菱自動車ピートの不思議なガレージ。いらっしゃいませ。あ、ゆつき様いかがでした。ダメでした。あー、さようでございますか。奥様はなんと。はい、大きくて運転が心配と。あー、それは誤解なんですけどね。そう、教えていただいた通りに説明してみたんですよ。新しくなったデリカ D5 は見切りが良くて運転しやすい、しかも運転に不慣れな女性でも安心なアシスト機能もいっぱいついてるって。なのに。そうなんです。その上新しいデリカはどこに行っても注目されるくらいおしゃれな外観、内装だって以前より相当上質になりました。そうでしたよね。はい、そして何より走りです。山道雪道何のその、家族揃っていろんな冒険に出かけられるのが何よりの魅力かと。いつき様はご家族にいろんな景色を見せたいと。そうだ、俺がデリカを欲しいのは家族のためなんだ。それでもう一度説得してみます。はい、頑張ってください。買うまでの道のりも楽しみの一つです。
新しくなった三菱デリカ D5。 お近くの三菱のお店へ。分かってくれました。来週家族で行きますね。お待ちしております。竹内涼真が出てる車の CM かっこいいよね。三菱 EKX だっけ。いや、 X と書いてクロスと読む。竹内くん X と書いてクロス。走りの良さとデザインの良さの掛け算ってこと。はい。ハイパフォーマンス KSUV 三菱 EK クロスデビュー。そうそう、竹内さん、うちの梅もう収穫してもいいかどうか見てもらえますか。それじゃあ梅の木を見に行きましょう。あ、本当だ、梅の実がいっぱいなってる。竹内さん、どうなの、もう取ってもいい。そうですね、梅干しにするならあともう少し待った方が良さそうですね。あら、そうなの。へえ。カオルくん、カオルくん、どうしたんですか博士。近所のおばちゃんが梅に気を取られている隙に、我々は便利カーで梅の歴史を見に行かないか。いいですね、ピートもおいで。よし、乗ったな。ではシートベルトを締めたら、日本の梅の歴史に Here we go。 If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me down Route 66. 8世紀奈良時代にやってきたよ。新元号で最近話題の万葉集が生まれた頃だね。新しい元号の令和は、日本最古の和歌集万葉集に収録されていた梅の花の歌が元になっているんですよね。そうそう、梅花の歌32首の序文。初春の霊月にして、木よく風やわらぎ、梅は狂前の子を開き、蘭は背後の子を香らす。この部分が元になっているんだ。作者は大友の旅人とも山の上のオクラとも言われていますね。まあ今回そこは歴史の謎のベールにくるみっぱなしにしておこう。ピート、何を転がして遊んでるの？この青い実は梅だな。近くに梅の木があるのかしら。それに向こうからいぶしたような煙の匂いが。じゃあどんな時代のどんな言語もわかる都合のいい装置をつけて行ってみるぞ。よいしょっと。青い梅の実が入ったかごをかまどの上に置いてる。あの、それは何をしてるんですか？何って、うばいを作ってるんだよ。うばい？ほら、これだ。完成するとこうなる。これは真っ黒な梅干し？梅の果実をかまどの煙で燻製にしたものだ。カラスのように黒いことから、カラスの梅と書いてうばいという。これは体の不調を整える漢方薬だ。実は日本に梅がやってきたのもこの奈良時代。遣唐使が中国からいぶした黒い梅の実、うばいを持ち帰ったことが始まりなんだ。じゃあもともと梅は観賞用ではなく、薬として中国から日本に伝わってきたんですか？そういうこと。とはいえ、奈良時代末期に作られた万葉集の中で梅の歌が119首、一方桜の歌が40首余りであることから分かるように、この時代花といえば梅。梅は薬としても観賞用としても貴重な存在だったんだ。梅の実は漢方薬だったんですね。ああ、平安時代中期にも村上天皇が病気の折に梅干しと昆布が入ったお茶を飲んで回復したという記録が残ってるぞ。それじゃあ梅干しがご飯のおかずになったのはいつからなんですか？カオル君、それはな、はい、意外とずっと後なんだぞ。何ですかそのアバウトの言い方は。まあ梅干しがどんな風に使われていたか実際見に行った方が早いだろう。では行くぞ。 Here we go。 うわ、博士、ここって見ての通り戦国時代だ。うわっと矢が飛んでくるぞ。
気をつけろ。気をつけろって、あ、博士、あの岩の陰に隠れましょう。ほら、ピートも。なんだお前ら。おっと、先客が。岩陰にしがない足軽が潜んでいたようだな。ああ、どうせ俺はしがない足軽だよ。一緒に隠れてもいいですか。まあ、敵じゃなさそうだしな。いいぞ。よかった。しかし俺はもう疲れた。喉もカラカラだ。ここはついに生き合いの薬を飲むべきか。生き合いの薬？梅干しの肉と玄米の粉を少々の甘味料で練って作る丸薬だ。合戦の時気力を取り戻し精神を安定させる、つまり息を整える薬だ。しかし我々足軽にとって生き合いの薬梅干しは貴重品だ。たとえ泥水や血をすすることになっても梅干しは最後まで取っておけという戦の心得もある。そんなに梅干しは大事なんですか。当たり前だ。口に含めば喉が潤い気力体力が戻ってくる。ん？あ、喉と梅干しのことを考えていたら口の中に唾が湧いてきて、なんだか元気が出てきたぞ。よし、敵の首を取って手柄を立ててやる。頑張ってください。戦国時代、梅干しがあるかないかが戦の勝敗を決めたのは結構マジな話なんだぞ。だからあの天才軍師と名高い黒田官兵衛も、よいか、おの子が生まれるごとに梅三株を植えよとお触れを出したと言われているし、天正11年羽柴秀吉、後の豊臣秀吉も賤ヶ岳の戦にて、やばいよやばいよ、足軽たちを散々走らせたらヘロヘロになってる。やばいよやばいよ、あいつら倒れちゃうよ。あ、そうだ、おいみんな、あの山を越えると向こうに梅林があるぞ。酸っぱい実がいっぱいなってそうだぞ。という秀吉の言葉を聞き、口の中に唾が湧いた足軽たちは気力を取り戻し、その戦に勝ったと言われている。あー、すごいですね梅干しパワー。食前に梅干しが並ぶことがあっても、それは単なるおかずというよりは解毒作用や見たり匂いを嗅ぐことで唾液を出し食欲を増進させるための薬といった役割だったんだ。なるほど。そして戦の世が終わると庶民も気軽に梅干しを食べられるようになるぞ。到着。江戸時代中期にやってきたよ。梅干しや、梅干し。おお、梅干し売りがいるね。江戸時代になると庶民の家でも梅干しをつけるようになるんだが、やはり手間なので、ああした梅干し売りから買う人が多かったんだ。わあ、担いでる桶の中に梅干しがびっしり。でもまだ赤くないですね。赤しそで漬けた赤い梅干しが出回るようになるのは江戸時代後期になってからだな。へー。おー、親父、うどんを送るな。ああ、薬味に梅をたっぷり入れてくれ。あいよ。江戸時代になると梅はうどんの薬味や魚と一緒に煮て臭み取りや調味料として使われるなど料理に使われていくようになったんだ。今まで薬として重宝されてきた梅が便利な食べ物に変わっていたんですね。ではそろそろ現代に戻るとしよう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。ハンドルを切る。思い描いた通りに車が曲線を描いていく。心地よい重力が体を包み、また次のカーブが楽しみになる。まっすぐな道なんてつまらない。三菱エクリプスクロス。ケンちゃん、今日はこの前覚えたアルファベットの歌歌ってみようか。はい。じゃあ行くよ。 A B C D E A クロス。こらこら、違うでしょ。 A B C D E A クロス。何なのよそれ。ママ知らないの？三菱自動車の新しい軽自動車 EK クロス。ダイナミックでかっこいいデザインとキビキビした走り、
今ひまわり組で話題騒然の KSUV なんだ。何よ KSUV って。軽自動車の SUV、 アウトドアにも使えるハイパフォーマンスな軽自動車ってことだよ、ユガリ。え？ハイパフォーマンス系 SUV、 三菱 EK クロス誕生。ドライブヨーアンビション、三菱モーターズ。どこで覚えたの？ここは早稲田大学ですね。高松さん。博士こんにちは。こちらは早稲田大学文学学術院教授の高松久夫さんだ。はじめまして。はじめまして。高松さん、新元号令和で万葉集の梅花の歌が話題になりましたが、古典文学の中で梅がどんな風に愛されてきたのかお話しいただけますか。はい、いいですよ。よろしくお願いします。万葉集って奈良時代のものだった。当時は実際に梅の方が人気だったんですか。そうですね、桜なんかと比較しても梅って読んでる歌の方が圧倒的に多いんですね。梅の花の歌っていうのが120首ぐらい あるんですけどね、はい、桜ってはっきり読んでるのは50あるかないかだと思います。じゃあもう倍違うんですね。そうですね、ただ春の花の歌、梅とも桜とも言わずに花って読んだのはもしかすると桜かもしれないんですけれどもね。でもそれを入れても梅の120には届かないんじゃないですかね。それほど当時は梅が人気だった。そうですね、ただそれもその万葉集って120、30年ぐらいのスパンの歌が集まってるんですけれども、あらゆる時代に梅の花が読まれてるわけではなくて、はい、むしろ前半と後半に分ければ後半の方になってから梅って読まれるようになるんですね。あまり古い、例えば奈良時代よりも前の梅の歌っていうのはちゃんとした形じゃ見つけられないんですね。じゃあ後半になってくると梅の歌が増え、人気出てくるんですね。だいたい何年頃の、奈良時代になった頃、710年代、20年代、今回令和の元になった漢文があるんですけれども、はい、あれが720何年っていう頃なんですね。で、実は漢文がある後に梅の花の歌が30何首まとまってるんですけども、年代がはっきり分かるものとしてはあれが一番古い歌ぐらいです。じゃあちょうど梅が流行り始めた頃にまとまって、その30何首万葉集には出てくるわけですね。なんか流行ったきっかけとかって、まあ、やっぱりね、当時の日本ってとっても中国に憧れ持ってますから、うん、いかにも中国らしい花っていうことでとっても人気があったってことなんじゃないでしょうかね。もともと梅は中国から伝わってきたものだと言われています。梅という言葉自体が中国の発音、中国の梅を指す言葉が元になってるっていうふうに考えられてる。梅ですよね、梅ね、はいはい、その梅とか芽とかっていうその漢字の発音がそのまま日本に定着して梅っていう言葉ができたんだろうっていうのが一応なんか有力な説だと思うんですけどね。じゃあ本当に中国のこの文化というか、がかなり色濃く、そうですね、最新のいかにも中国から渡ってきたそれらしい花っていうんで人気があったってことなんじゃないでしょうかね。じゃあ結構身分の高い人しか楽しめなかったとか、そうでしょうね。気軽にその梅の花を見たりとか、あるいはその梅の実を利用できるっていうのはそれなりの身分のある人だったんじゃないでしょうかね。じゃあ実際その万葉集で梅の歌を読んでる人たちっていうのは貴族だったり、ちょっと身分の高い人たちだったんですか。はい、まずその今回の元号の元になった漢文と、それからそれに伴う歌っていうのを読んでるのは九州の太宰府っていう役所の役人たちです。それなりの地位のある都出身の役人や貴族たちだったってことになりますね。太宰府の役人たちが読んだ歌だった、そうですね、はい、その人たちはそのどういう状況で梅を楽しみながらその歌を読んでたんですか。あれお正月の宴会の歌なんですけれども、お正月の宴会、はい、まあ、お正月といっても旧暦のお正月ですからね。今の2月立春過ぎぐらいを考えてもらうといいと思うんですけど、じゃあちょうど本当に梅が咲く時期ですね。太宰府のトップだった太宰の祖父って言うんですけどもね、はい、長官だった大友の旅人っていう人物が自分の屋敷に部下たちを集めて、そして梅の花見の宴会をやってるわけですね。とってもこう新しいことをみんなで盛大にやっているっていう、そんなつもりなんじゃないでしょうかね。じゃあそれが今その万葉集に残っている。そういうことですね。その今回話題 その令和の語源になった梅花の歌32首の序文で、
令和の令と和ってそれぞれ何を指してるんですか？はい、令の部分は初春令月という本文なんですが、まあ、初春というのは当時1月から3月までが春なので、その一番最初の春っていうんで初春ですよね。で初春の良い季節、まあ、良い月っていうのが令月の意味です。令っていうのは御令上御令息の令だっていうふうに説明がありましたけれども、つまり素晴らしいとか麗しいっていう、そういう意味のある言葉なんですね。春の初めのとてもいい月でっていうのが令月の令で、そういういい月になって気よく風和やかにしてとかってこう続くんですが、大変陽気が良くなって風も穏やかだっていう、その春の陽気の良さをですね言った中に令和の和が出てくるわけですね。風が穏やかに吹いているっていうのが和です。で、まあ、その2つを合わせて令和っていう言語に今回作ったわけですよね。穏やかな時代になるようにっていう、そうですね。まずはその春になってとってもいい陽気になったねって言ってるだけなんですけどねでそれと同じようにいい世の中になってくれっていうような期待を込めて元号の原案を出した人は多分作ったんでしょうね。その序文を書いた人物たちは、序文に直接署名はないんですけれども、多分宴会を主催している大友の旅人っていう人だろうっていうふうに考えられてます。60過ぎのおじいさんなんですけれども、万葉集を最終的に作ったんじゃないかっていう大友のやかもちっていう人がいますが、その人のお父さんにあたる人です。じゃあ例えばその宴会の主催者である大友の旅人がどんな歌を詠んでるかっていうとですね、我が園に梅の花散る久方の雨より雪の流れ来るかもっていう歌なんですね。我が家の庭に梅の花が盛んに散っているけれども、ひょっとしたらこれは空から降ってきた雪なんじゃないかというね、まあ白い梅の花びらがこうチラ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 舞うのをまるで雪のようだって言って、だから綺麗だなって言ってる歌なんだろうと思います。こんなその比喩表現とかを使ってですね、手を変え品を変え梅の花が綺麗だなとか、そういう春はとってもいいなってことを三十に入れ替わり立ち替わり歌ってるって感じですね。でね、もう一首、大友の旅人の盟友で山の上の奥良っていう人がいます。この人は今でいうと福岡県知事みたいな立場だった人なんですがね、太宰府のごく近くに役所があって、まあ旅人の部下でもあるからこの宴会に参じていたってことだと思うんですけど、その山の上の奥良は、春さればまず咲く宿の梅の花、一人見つつや春日暮らさんっていう歌なんですね。春になると真っ先に咲く梅の花をたった一人で眺めていて、この春を暮らしていいものだろうかっていうのは、これ半語で、つまりそうじゃなくて、私一人が梅眺めて喜んでるだけじゃなくて、みんなでその梅の花を見て喜ぼう楽しもうっていう、そういう歌なんだと思うんですよね。まあそうやってその大勢が寄ってたかって梅の花見をしていることを楽しいねって言って喜んでるっていう、そういう歌だと思いますね。すごいいいですね。なんか意味はシンプルだけど、情景が浮かびますね。そうですか。まあ確かに分かりやすい歌ですよね。それでその梅の花見の楽しさとか喜ばしさっていうものを表現してますよね。なんか今の人たちとやっぱり全然変わらないんだな。感覚も同じだと思うんですけどね。タラ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 。Skies are gonna clear up, put on a happy face. Brush off those clouds and cheer up. You got it. Put on a happy face. And take off that gloomy mask of tragedy. Yeah. It's not your style. No, it's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile, darling. Pick out a pleasant outlook. Okay. Stick out that noble chin. You know how to tell them. Wipe off that full of doubt look. Slap on a happy grin. And spread sunshine all over the place. Put on a happy face. お着。南麻布の日本料理店分徳山にやってきたよ。
や、博士、いらっしゃい。料理の話と言ったらこの人、分け徳山の総料理長野崎博光さんだ。今日は何のお話をしましょう。それがね、野崎さん、今年はうちで梅が取れそうなんですよ。なので梅を使った美味しい料理を教えてください。はい、わかりました。あの、野崎さんは普段梅料理だとどんなもの作られてますか？なんかもじもじしますねって。もじもじする、はい、それはなんで？実は僕梅干し嫌いなんですよ。ですからおにぎりに入ってて赤く見えた途端に塞いじゃいます。どうしてお嫌いなんですか？なんかぐじゃっとした梅の食感がちょっと苦手なんで、梅漬けって言ってカリカリしたのは大丈夫なんです。カリカリ梅の方だと、食べれるんですよ。なんかあの歯応えがあると美味しいんですよね。あ、なるほど。だから大きいあの梅漬けになったのはもう大好きでかじりますよね。そのお店で出される料理はどういう感じのものを出されてるんですか？だからペーストにしてその梅肉あんとか和え物使うとか、蒸し物に使ったり焼き物に梅味にしてやったりということは使えますね。でやはりこの6月ぐらいになるとやはりそういう季語として梅を使えますから、この清涼感を意味して、だから青梅が取れるけど一応1年前に漬けた梅を梅としての料理を使うことって多いですよね。その他には青梅でしたら煮梅っていうのは、青梅って青く煮るとかね、それは昔でいう日本料理で技術の粋があるんですけどね、はい、でも僕らの頃はまあ秘伝のような仕事だったけど、今開けてみればなんだってこんなもんですよ。煮梅っていうのは、これは針を刺してね、酸味を抜いてから青く煮るんですよ、はい、あ、ところでここに梅を持ってきましたよ。はい、すごい立派な直径5センチ弱くらいの、はい、こちらは野崎さんが取られたんですか？そう、先ほどちょっと近くで取ってきました。ついさっき。ただ生で食べると昔からちょっと病気になるっていうことで、やはりちょっと塩漬けにしないと使えないんですよっていうことですね。お腹壊しますからね。あ、このまま食べれはしないんですね。ダメ、このまま食べちゃうと胃に負担になりますから、食べちゃいけない、毒っていうことになります。あ、じゃあちょっと手を加えて、はい、例えば砂糖で漬けるっていうこと知ってました？いや、聞いたことないです。地方によってはそういうとこもありますよね、砂糖で漬ける地域、はい、で僕は先ほど塩漬けにした梅干しあんまり好きじゃないっていう話、だったら醤油につけてみたらどうですかって。お、醤油に。これ誰でも簡単にできるんですよ。日にちを置かなくてもできるから、この2つをちょっとお話ししてみいいですかね。はい、お願いします。まず梅の実、ここにありますね、はい、これ青梅ですよ。青梅で、ここに桃と同じ割れ目がありませんか？はい、真ん中あたりに、ね、ここの割れ目に包丁を入れてくるんです。ここに、あ、その真ん中の線に沿って包丁を入れるんですね。そうです。はい、そしたらここの上にしゃもじを乗せて、上からカオルさんの体重ちょっと乗せてください、はい、とパキッと割れますから、はい、はい、そしたら割れました。はい、どうぞ。こういうふうに、あ、すごい大きな種が、そうそこの種を割る。でこの種の実があること知ってますよね、はい、割ったら、はい、何でしたっけ？今の人だったらほとんどの人知らないんだかもしれない。僕ら子供の自分には梅干しの種を割って食べると天神さんって言って、この実が出てくるんですよね。こういう天神さん、はい、天神さん、これを食べたんです。今皆さん豊かだからそんなことはしませんけどね、種は出て出しちゃいます、うん、でこれは生のまま取り出して塩漬けしとくとね、すごく香りが、どうぞ食べてみてください。杏仁豆腐の味ですよ。ツルツルになるんですね。そうそう、皮むいて、うん、これね、カクテルの中に一粒入れるだけでも美味しくなる。美味しい。すごい風合いがいいでしょ、うん、これ貴重なんですよね。歯ごたえもすごいいいですね。え、こんな風になるんですか、塩漬けすると。そうです、貴重で、僕らも少しだけ。もう一回また話を元に戻しますね、はい、で今割りました、はい、で1キロの梅を割りました時に、はい、まず砂糖漬けにします。砂糖漬け、1キロに対して砂糖を 500g ご用意ください。はい、500g の砂糖、はい、で割った梅に対して 500g のうちの 300g を砂糖をまぶしてください、いっぱい、はい、それで漬物お塩ありますよね、くるくるってプラスチックが出てきて、はい、あれにつけてお塩をしとくと、だいたい3日から4日で砂糖が溶けます。その3日経ちましたら、その溶けた蜜だけを鍋に移してください。実は入れないんですよ、はい、溶けた梅の蜜だけを取り出して、はい、そこに 100g の砂糖を足してください。さらに 100g を足す、で火にかけて溶けて冷ましつんです、はい、ただ今度それを戻してまた3日から4日置いておいてください。またそれを梅にかけて、そうです、置く。でまたその3日から4日過ぎたら、もう1回取り出して最後の 100g を足して火にかけ、溶けたらこれを瓶詰めかなんかに入れて冷蔵庫を置いておけば3ヶ月から半年は十分持ちますから。へー、
でちょっとのつまみの時ポリポリ食べるとカリカリする砂糖のカリカリ漬けてすごく美味しいです。酸味があって、それは冷蔵庫はどれくらい置けば食べられるようになるんですか？すぐ食べてそこで、すぐに2回目の砂糖漬けした時点で食べて、カリカリで甘くて美味しいですね。食べてみたい。今から間に合いますから作りましょうよ。そうですね、すぐに食べられるってことですもんね。簡単で、でこの他にもう一つ醤油漬けっていうのが、同じように梅の実をですね、はい、この割れ目がある時の同じように包丁をグーって一周して、はい、ここにしゃもじを乗せて上から体重をちょっとうって押せると割れますから、はい、割れたここに対してひたひたの醤油をつけてください。これはあの重しをしても しなくてもいいんで、浮き出ないように大体醤油につける、これもだから1週間があれこれはつけてください。で1週間過ぎたらこの醤油だけをまた取り出して鍋に、はい、1割ほどのお酒を入れて火にかけて一煮立ちしたら冷ましてここに戻して冷蔵庫を置いとけば、これが細かく刻めば、はい、やっこ豆腐の薬味になるとか、お刺身になるとか、ご飯にかけて食べるとか、妙に酸味が効いて美味しいんです。お漬物みたいな感じ。そうです、僕はあの梅干しは嫌いでこれ大好きで毎年作ってますよ山ほど。カリカリっとなる感じですか？そうです、カリカリでね。わあ美味しそう。これにおかか混ぜてね、ご飯にのせたらもうたまりませんよ。いいですね。うどんにかけても釜揚げにのせても美味しいです。何にでも合うんですね。合うんですよ。これからの暑くなってくるとそういう塩分はやっぱり欲しくなりますもんね。あの調味したくないじゃないですか、夏だからしたくないんで、さささってするとこう美味しいです。だからこの梅干しにしそ、赤じそでも青じそでもいいですから、あとネギとかみょうがとか刻んで薬味にすれば絶品ですよね。その料理によって梅の種類を変えたりとかはされますか？例えばこれをね、生のまま煮てジャムをできるの知ってました？梅のジャム？ジャムもできますよ。本当はすりおろしてやるっていう人もいるけど、すりおろすとめんどくさいから、はい、煮てから潰せばいいわけですよね。砂糖を入れた梅ジャムっていうのがある。じゃあカリカリした食感のものでもそう煮たりとか。そうすれば柔らかくなりますからね。はい、例えば僕はあの青梅を砂糖漬けにしたものにね、はい、グレープフルーツにですね、ポートワインを入れたゼリーを作るんです。梅に、砂糖漬けにしたいね。これをゼリーにしてかけて食べると絶品ですよ。妙な美味しさになる。それってお家とかでも作れますか？全然簡単ですよ。グレープフルーツを絞ってそこに加減目で、ポートワインって甘いじゃないですか、はい、そこでちょっと加減を見てみて、甘みがちょっと足りない、ちょっとだけ砂糖を足して火にかけてゼラチンを溶かしてで冷やして固めて、それを梅にかけると、うちのデザートに出ますよ。すごい美味しそう。ちょっとおしゃれな。これから暑い季節にそのゼリーもすごい。そうそう、朝ね出かけに一切れ食べていくだけでも爽快感がありますよ。さっぱりしそうですね、はい、試してみます。Look for the silver lining Whenever a cloud appears in the blue Remember somewhereSun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you. A heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining. Try to find the sunny side of life.
三菱自動車ピートの不思議なガレージ。時は 2000X 年、日本は最先端の技術を融合し、あるマシンを発明した。準備よし、起動。パパ安心しろ、パパが操縦する。ちゃんと捕まってろよ。発進、アウトランダー PHEV。 今日のターゲットはこの山か。くっ、なかなかハードだ。こうなったらスポーツモードオン。パパここまで楽だと気持ちいいな。パパ安心しろ、無事にお前を家に返してやる。回生ブレーキオン、エネルギーチャージ。パパパパ静かにして。あ、はい。アウトランダー PHEV は電気で走る車。せっかく静かな走りを手に入れたんだから、自然の音を楽しもうよ。あ、すいません。加速性と静粛性が進化した電気で駆ける SUV、 三菱アウトランダー PHEV。 ミッション、上質な走りを実現せよ。静粛性を向上せよ。環境性能を向上させろ。デリカらしさを継承せよ。そして進化せろ。不可能を超えていく車を私たちはデリカと呼んでいる。三菱ニューデリカ D5 誕生。はいはい、ガレージに戻ってきたよ。ただいま。おかえりなさい。竹内純平さんが博士によろしくって言ってたわよ。あと10日ぐらいしたら屋敷の梅バッチリ収穫できるそうです。へえ、楽しみ。それで近所のおばちゃんはどうした？ああ、しばらくガレージに居座ってたんだけどね。それで僕とマリアさんの新婚生活を根掘り葉掘り聞いてきて。だから根掘り葉掘り答えてやったの。そしたら胸焼けがするって帰っちゃったのよ。おかしいですよね。僕たちの話を聞いて胸焼けって。胸キュンだったらわかるんですけどね。多分ババアだから体が誤作動を起こしたのよ。あのしつこい近所のおばちゃんを撃退するとは。恐るべき色ボケバカップル。そういえば梅干しは胸焼けにもいいそうだぞ。そうですか、おばちゃんに教えてあげよっと。最後に耳寄りなお知らせよ。今番組ホームページにメッセージをくださった方の中から、毎週10名に山猫冒険団のバンダナを赤と青のセットでプレゼントしています。それとメッセージをいただいた方に漏れなく、世界に一つだけ、あなただけの団員番号入り山猫冒険団の団員賞をお送りします。入団希望者はぜひメッセージを送ってくれたまえ。ちなみに団員賞の配布は来週で一旦締め切るぞ。ホームページのアニメもどきを見てわかる通り、団員賞を持ってて何か得があるわけじゃないけど、損にもならないし、とりあえず入団しちゃえば、そのうちいいことがあるかもしれないぞ。メッセージお待ちしてます。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブユアアンビション、三菱自動車がお送りしました。